皆さん、こんにちは。こちらの編集長のしおぽんです。土曜日の日替わりラジオは、井上一郎さんと山田玲子さんの3人でお届けします。井上さん、山田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマなんですけれども、初めてパチンコを打った日といいますか、初めてパチンコを打った時のお話をぜひ振り返っていただきたいなと思ってまして、はい、まあちょっとこれ実は以前スパーク K さんかなのラジオでも話したことはあるんですけども、お二人にも改めてもう一回聞いてみようかなと思いまして、僕もちょっと改めてお話ししたいなと思いまして、はい、じゃあ一番歴が浅いであろう僕からでいいですかね。はい、お願いします。はい、僕がパチンコを始めたのはもうこのパチンコランドに入って時なので、はい、13年前になるんですね。ああ、でも13年も経つんですね。まあ意外と2011年に今本格的にパチンコを始めたんですけれども、はい、もう先に僕はこのパチンコランドの中身を見ている状態でパチンコを打ちに行ったわけですよ。うんうん、ノウハウは知ってるってこと。一応そうですね、ある程度のことは知ってた状態だったんで、はい、当時パチンコランドの特集のコーナーで、はい、ガロのレッドレクイエムの特集コーナーがあったんですね。ああ、その頃だ。はい、うん、でさっきちょっとレッドレクイエムが何年に導入されたかなと思って調べたら2010年だったみたいで、まあ投稿もそれなりに集まってたのを、まあ見てたわけですよ、僕は。一応編集。はい、まあ、その時はまだアルバイトでしたけど。はい。なんかこう、まあ、何でしたっけ、初心者が勝つ、よく言われてる。ビギナーズラック。ビギナーズラックか。僕は絶対ビギナーズラックって、誰もが必ずあるものだと思って。はい、ガロろくに何の知識もないくせに、その特集コーナーで盛り上がってるっていうのだけ見て、うん、はい、これ打てば勝てるんだろうと思って初めてパチンコホール行って、うわ、はい、あれは1パチでしたね、うん、あ、1パチもうあった、まあ、まだ、まあ、まあその時に1パチありました。うん、僕は1万円札を入れて8000円のヒットで終わるという、はい、8000円、まあそうなると3万6000円分か。4パチ計算するとそうなっちゃうかな。そうですよね、結構長い時間かかってますよね、それ、うん、っていうのが僕の初めてのパチンコの思い出ですね。ビギナーズラックって別に必ずあることじゃないんだなって痛感した思い出がありますね。へえー、それやっぱり当時の商工にとって8000円って大金だったでしょ。だってですよ、そんな一パチといえどもそんな長時間ってわけでもないんで、こんなに早くお金ってなくなるんだって痛感しますね、うん、そうだね、そうだよね。それは最初、じゃあなんだろう、初めて買ったのはそれから結構経ってからなんですか。経ちましたね、なんだかんだで。そして今のシオポンがいるんだもんね。そうですね、その反省を生かしてるって言ってあのまま、そのまま負け続けてたら、いや、この仕事はできないなって思ったのかな。まあそれもあるんじゃないですかね。待ってたから、まあなんかお給料プラスお小遣いも稼げそうだしやれるかなって感じだったのかな。最初はそうでしたね。でまだあの頃は、うん、アルバイトっていう身だったのでブログとかも書いてないですし、まあ、その勝ちにこだわり始めたのはブログ書くようになってからなんですけども。ああ、そうね、まあ、やっぱね、結構見せないとね。もう本当に、うん、特に実践記録もつけてなかったですし、普通に大負けしてる時もありましたし、こんな感じですかね。それからパチンコランド編集長の塩ポンが生まれました。みんなかなってたね。いつの間にかなっちゃったんですね。そんなのが僕の初めてのパチンコの思い出ですね。ああ。じゃあ次私か。あ、じゃあぜひお願いします。私、学生の頃に学校でパチンコの攻略法みたいのが、多分ね、1万円ぐらいかな。A4 の紙。一番いかがわしい話やろ。
そう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 。A4 の紙3枚ぐらいになったのが、プリントがこう回ってきて、はいはいはい、なんか先輩とかがそれを売ってたんですよ。時代は始まった。みんな買うわけないじゃないですか。誰かが買って、それをコピーして、何これ何これって言って、見て、なんかね、今から思えば、なんか何種類かの機種の攻略法が書いてあったんですよ。一発台だったり、あとなんか、当時出始めのあの、なんか、なんていうの、北編じゃないや、ST ってだったのかな、よく覚えてないんだけど、なんか、なんとかっていう数字が出れば、それから何回転以内に当たるって、多分谷村さんのあれをコピーして作ったような攻略法だったんだと思うの。なるほど。それを誰かが買って、それをコピーして、みんなでそれを握りしめて、学校のそばのパチンコ屋さんに行って、みんなで負けたっていう、あの辺が私の初めてのパチンコかな。もっと言えば、まあ そ, うねうん、そうそう、そういう怪しいのが絶対学生たちの間で出回るじゃないですか、うん。まんまとそれに乗っかってみんなで行ってみんなで負けてっていうのが初めて行ったと思う。いや、もっと言えば、まあ時効だけど、子供の頃に親と一緒にパチンコに入ったことがあるとかはありますよ。昔はなんかそれしたもんね。全然入れてました。全然ね、今なんか絶対とんでもないけど、私が子供の時はまあ田舎だし、はいはい、全然あの子供が普通にホールうろうろ遊んでて走り回ってるような、そんな感じで。いや、子供連れは OK だったと思うよ。OK でしたよね、はいはい、うん、うん、今はダメじゃん。家に置いとくよりは連れてこいぐらいな感じだったのかもしれないけど、わかんないけど。そんなのでなんか親が打ってるのを後ろで見てたりとかしてて、うちなんかあのギャンブル家系だったんで、あの両親ともパチンコとか競馬もやってたかな、麻雀もやってたような家で、そんな記憶です。なるほど。はい、さあ井上さんは。僕ね、あれ、それをね、話する前にお二人は、はい、あの成瀬は天下を取りに行くっていう小説知ってる？あ、知ってる。うん、あの今年本屋大賞取った。取った、去年じゃないあれ、うん、2000、そうやったっけ、去年か。まあ話題になってる本だよね。うん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 、うん、あれ、作家さんが宮島美奈さんって、まあ今も現在滋賀県の大津市に住んでて、はい、で舞台が滋賀県大津市なんですよ。はい、これ僕の生まれた故郷なんです。で、この成瀬は天下を取りに行くってどんな話か言うと、この成瀬ってやつが、要するに地方のローカル番組に移るっていうことを夏休み中毎日、あれは大津店、西武百貨店大津店がその年、もう閉店になると、ちょうどコロナ禍やったんですけどね、うん、で俺らもそのニュースはしてたんですよ。あの子供の頃からすごく行ってた百貨店やったから。で、うん、そこへ毎日通ってローカル番組に移ろうとして、西武 の、うん、あのライオンズの服着て、うろうろしてるっていう女の子の話なんやけど、うん、この西武百貨店っていうのが、ね、はい、1980年、79年にできたんです、うんうん、これちょうど俺が10歳なんですよ。はい、で当時滋賀県ってやっぱり田舎やし、百貨店なんてなかったから、うんうん、まあみんなこぞって行くわけ。うん、で俺が10歳でしょ。でうちの、父ちゃん母ちゃんが、まあ、車で行くんやけど、うん、父ちゃんこれ本当に興味なかったわけ、百貨店にね、うん、そうなると近くにパチンコ屋さんいっぱいあるんだわ。あー、なるほど。で俺もどっちかって言ったら百貨店って、で妹は母ちゃんについていくんやけど、うん、俺はねなぜか父ちゃんについて行ったんだわ。はいはい。でそれがパチンコ屋さん、うん、でね、まあ待ってんのもなんやから。でその当時はね、いや、あの頃は本当はあの子供連れは OK だったのよ、うん、あの山さん言うように、うん、で売っていいかどうかは別としてね。で俺はただ隣で父ちゃんと一緒に売ってた、うん、あ、売ってた。そうか。でね、これがさ、うん、まあ楽しかったわけ。この世のもんとは思えんぐらい楽しかったの。なんかわからんけど、あのチューリップの機械、売った機種は、羽物だわ。多分キングタイガーやと思う。
で、それが、まあ、まあ、キングタイガーなのかな、わからん、なんかそんなんやった。で、それがね、とにかく球を見てるだけでも楽しかったし、羽、なんかね、要はそんなテレビゲームとか、そんなんもなかったというか、あっても俺ら買ってもらえるようなんじゃなかったから、とにかくなんかそのゲーム性から、その雰囲気から、なんか俺は取りつかれてさ。へぇー。で、その、まあ、日曜日とかになるたびに俺はせがむわけ。あこへ行きたい、あこへ行きたいっつって。もう百貨店とかにはもう母ちゃんそんなにね金もないから行かへんやん。でも俺ずっと言うから、うん、ある日、うん、あんなもんなあんたな一郎あれ警官に連れて行かれてとあのお父さんいるとか関係ないでとか言われてさ、うん、で俺本気でそれそうやと思い込んだ純粋な子やったから、うんうん、それで物心つくまでパチンコを打たなかったのよ、うん、打たなかったというかその言葉さえ言わなくなったの、うんうんあそこへ行くといかがあの要するに連れて行かれるでっつって。それはお母さんの気持ちすごかった。ただその時のファーストインプレッションは強烈だったのよ。だから物心ついて自分でパチンコ行くようになったらもうスイッチがバツンと入ったって感じかな。その10歳の時の自分の感覚がそのまま蘇った感じ。10歳まででなんか一番楽しいことだったのっていうぐらいのっていうかそんこんな世界があると思わんかったわけだ。おまあせいぜい空き地で友達と野球したりとかして遊ぶぐらいしかなかった時代だからさ、テレビとか、うんまあ、仮面ライダーとかウルトラマンとか見てたけど、うんうん、娯楽的なものってそのなんていうんだろうな、もともとだから一人で遊ぶのが好きだったのかもしれんけど、なんかみんなで遊ぶのとはまた別の世界だっていうことを認識したのかな、うんうん、まあ寝ても覚めても言ってたよ、あこへ行きたいあこへ行きたいって。であまりにも危ないと思ったからなんかいろんな脅しをかけて俺を、うん、その洗脳したんだけどね両親は、うん、まあその洗脳は成功したんだけど、うん、まあもうね打てる年になったら洗脳解けたわけだ。うん、まあそれは大きな声では言わんけど、打てる年か打てない年かぐらいにちょっと開花しちゃうんだけどね、うん、まあそれはそれはまた別の話なんで言いませんけど、うん、うん、そんな感じでしたね。なるほど。あの一個言うと、あの、はい、俺美術大学行くんやけど、その、はい、その時の月謝を倍にしてましたね、その当時ね。ほう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 。それはね、あの私の周りにいないです。逆にみんなあの学費使い込んだようなやつばっかりでした。いや俺はねあの、うん、月謝を払いに行くもらうじゃん。でデッサン学校、うん、あのデッサン教室行くんやけどさ、もう、はい、もうそれを握りしめて違うとこ行ってたよ。増やしてるんだったらじゃあ学校辞めなくてよかったじゃない。そうだよ、辞 め,、うんうんうん、めたりあの、うん、怒られた覚えはない。だからその時のものをちょっとでもこう増やして、うん、っていうことを。それ以外に小遣いないからさ、まあ、それも小遣いじゃないけどね、月謝だから、ね、うん、いや私の周りみんなそれで使い込んで大学続けられなくなってとか親に泣きついたとかそんなんばっかりでしたよ。うん、もう俺はだから毎月月謝の日が来るのが楽しみでしゃなかったね。あでも今にとってあれかな、親は月謝を直に学校に振り込んでるんだよねきっとね。あとねもう一つ言うとさ、その絵の学校へ行くような人間だからさ、その、はい、油絵とか描いてたんやけど、油絵って服汚れるからつなぎ着てやんのよ。うんうんうん、はいはい。でそのつなぎ着ていくんだよパチンコに。そうするとねどっかの作業員と間違えられるんだよね、はい、なるほど、うん、そうそんなことしとりましたね。でも美大に行く子ってお金持ちじゃないですか、大体絵の具高いしさ。そうね、うん、ね、なるほど。え、周りもいました？美大生パチンコしてる人。あ、いたよ、結構周りにはいたよ。それなりにいたね、懐かしいよ。だから、うん、その当時1979年に西武百貨店ができて、で今年、20年か、2020年に閉店したから約40何年か、50年近くで、うん、時代感じるなと思ってね。うん、あ百貨店がなくなってね。話変わるけど地方のデパートがどんどん潰れてますよね今ね。うん、そうね、地方のなんとか屋っていう昔からあったようなデパートが潰れての話がいっぱいねニュースになってて。
ちなみに西武百貨店の堤社長というのは滋賀県出身で、あと高島屋っていう百貨店の、はいはいはい、もう高島っていう滋賀県の出身なんだよな。え、あ、近江商人だ。そうだよ、うん、ね、近江商人だ、すごいな。そう、高島屋とか西武百貨店っていうのは滋賀県なんだよな、ね、だから発祥というかそこから出ていった人がいろいろやったね。なるほど、すごいな。でもね、まあ、どこもね、うん、なくなっていくね、地方のデパートなくなっていくから、やっぱそれってアマゾンのせいなのかな。やっぱりそうなんじゃない、うん、なるほどね。時代がね、それで変わっていくんだね。うん、ね、時代ね。ね、あ、パチンコの話からなんか歴史の話に違う話でございました。話でございました。なんかこういうの今更あれだよね、ずっと3人で話してるけど初めてですよね、こういう話。意外とさ、こういう話は初めてですね。そう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 。うん。たまにこういう話を入れても面白いかもしれない。入れていくのもいいですね。はい。なんかもし皆さんも思い出すことがあったりしたらお便りください。諸行無常で待ってます。お待ちしてます。お待ちします。はい。じゃあまた最後にこぼれ話の方お願いしてもいいでしょうか。はい、ね、こぼれ話は前にも言ったかもしれないけど、ちょっとしたあの俺この生活しながらアルバイトみたいなことをしていて、はいはい、あ、で、あの、うんうん、映画、あの映画のね、俺の、友人に映画監督がいるんやけど、うん、映画監督もやりつつ、あとあの映画の中での特殊なあのガンエフェクターっていう仕事もやってるのね。うんうん、あの朝尾正弘ってやつなんですけど、で、はい、そのガンエフェクターっていう仕事は映画に出てくる拳銃とか火薬を扱うのね、はいはい、でそうすると映画の現場にその拳銃を持っていかなきゃいけないわけだ、はいはいはい、でマシンガンとか火薬とかいろんなものがあって移動。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。